百州武道具店の動画。し、ご、こんにちは、百州武道具店のうかでーす。やってますか？うおー！いや、すんごい素振り思いついちゃった。マジで。超簡単で、道具もいらなくて、家でもできる。剣道着袴に着替えなくてもいい。その名も、タオル素振り。さあ、今すぐタオル持ってきて、一緒にやろう。そもそも素振りっていうのは、腕力を鍛えるためって思ってるかもしれないんだけど、そうじゃない。素振りっていうのは、左肩を使って、竹刀をまっすぐ上下に触れてるか、それの練習なんだよね。ついさっきね、思いついたタオル素振りっていうのは、自分が見えるところじゃなくて、見えないところもまっすぐ通ってるかどうかがわかります。しかも、左肩。使って右手こう力まずに左肩だけを使って最後に手の内のスナップさえまで使った素振りができるようになります。びっくりした。ほんとまだちょっと興奮してます。しかも力のない小学生でもこう右手で振り上げるような感じじゃなくて、まっすぐ左手を使って肩を上げて最後手首のスナップを使って触れるようになる。おお、いいことだらけじゃん、いいことだらけじゃん。ただ一つ大きな弱点があるんです。それは恥ずかしいんです。いや、はっきり言っときます。この素振りめちゃくちゃかっこ悪いんです。人がいるところではやらないでください。まずは何はともあれ、安いこういう普通のタオル、お風呂屋さんでもらうやつ1枚用意してください。それでこのままだと振りにくいので、片方を結んで重りを作っておきます。ギリギリのところでこう重りを作っておく。これで準備 OK です。そしておもむろに立ち上がって、重りのない方を左手で持って、足を広げて、いくよ。みんな想像した通り、いくよ。はい、1、2、3、4、5。いやいや、笑ってないで、ちょっとだけ聞いて、ちょっとだけ聞いてください。これ、結び目が、毎回この股の間通って、背中の真ん中でスパーンと当たるようにするためには、もちろん左手が、正中線からブレてちゃできないんですよ。正中線からブレてると、必ず、太ももに当たったり、お尻の左右に当たったりするんだよね。そしてタオルを、このドラえもんの手で力を込めて握ってると、背中までスパーンって回らないんですよ。だから当然こういう点になります。力も抜けてくるんです。いや、やってみたらわかる。すごいね、意外と難しいんですよ。みんなこう素振りするときには自分の前は見えるけど、この背中とか後ろの方は見えないでしょ。それを真ん中に当たるかどうかで確認してるわけ。特に僕がタオル素振りいいなと思ったのが、竹刀で素振りやるときにね、肩が使えてなくて肘と手首だけで素振りしてる、こういう小さい素振りやってる子、本来の素振りは肩使って大きく振りかぶるんだけど、こことここだけで小さくなってる子、こういう子がタオル素振りやると一発でわかります。上届かないですよ。届かない。こう振り上げない限り届かない。そして下も届かないんですよ。下も届かない。こういうこれだけやってると、しっかり大きく肩使わないと、大きく振らないと背中まで届かないんですよ。だから背中に届かそうと思うと自然に肩が大きく使えます。これゲーム感覚でやっても勝手に上手くなるよ。いや、そもそもなんでこれ思いついたかっていうと、もうたまたまよ、ほんとたまたま、なんか YouTube にタオルでこう素振りやってるゴルフの動画が出てきたの。こうやってゴルフやる人、こうやってタオルで素振りするらしいんだけど、こうやって素振りするでしょ、こうやって素振りするでしょ、同じ場所こう背中で当たるんだって、ここ当たって、ここ当たって、こう同じ場所で当たるっていうのが正しいそのスイングができてる時なんだって。同じ、少しもブレずに。剣道だって同じじゃん。で、剣道はでも縦だしなぁ、どうかなぁと思って、こうやっておそろそろタオル持ってきてやってみる。あれ、できるかなぁ、できるかなぁ、あれ、できるぞ、できるぞ、できるぞ、あれ、本気でやってもできるぞ、できるぞ、できるぞ、ってなってできたんです。そしてそのゴルフの動画が言うには、3分やれば、だいたいね、100本ぐらい振れるらしいんですよ。100本ぐらい振れる。そしてね、さらにいいことに、最初はやっぱりね、誰がやってもこうぎこちないんだって。ぎこちないんだけど、3分もやれば、力まなくなって、肩とか腕の使い方がすごくわかるようになってね。それには毎回ね、この、同じ場所で当たるかどうかっていうのをチェックしながらやるんだって。そうすると、劇的に変わるそうです。剣道だってもう全く同じだから。1、2、3、
次、千本動画でこれやるわ。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。スパーン、スパーン。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。